また新しいスタイラスペンが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。キングワンの全機種対応スタイラスペン2023年モデルです。こちらのペンはですね、全機種対応ということで、まあ、要は静電式のタッチパネルに対応したスタイラスペンになります。で、こういったスタイラスペンね、私もクローブックや最近ね、ピクセルタブレットを紹介しましたけれども、まああれは USI 2.0という規格に対応していて、 まあ、筆圧であったりとか、パームリジェクションとかね。まあ、そういった機能が使えるようになっているんですけれども、これは、いわゆる、まあ、指の代わりになる、まあ、ペンなんですけども、まあ、ただ、めちゃくちゃ評価が高いんですよ。これ、アマゾンで購入できるんですけれども、私が購入したのは2023年のなんか、新しいモデルということで、まあ、急速充電に対応しているモデルです。価格は2000円台ですけれども、 評価ですね。えー、と、レビュー数が確かに5000件近くついて星4つなんですねで。おそらくこの前のモデルと思われるその急速充電に対応していない子ですね。こちらもまあ同じ2000円台なんですけれども、まあ星4つかな。 で、レビューが1万1000件以上ついてるということで、めちゃくちゃ大人気のスタイラスペンになっています。まあ、かつですね、そういった専用ペン、USI とか、まあ、例えば Apple Pencil とかね、まあ、そういった特殊な機能はないんですけれども、めちゃくちゃ評価が高いということなんで、今回は私がいつも使ってる USI ね、USI のペンとね、いわゆるその、筆圧とか、パームリジェクションとか、そういったものに対応している専用ペンとどれだけね、実際使ってみたら違うのか。 実は案外これでいいんじゃないのっていうことにもなりかねないので、まあそういった部分で今回購入してちょっとね、比較してみようということで。 え、その検証をやっていきたいと思います。で、やっぱりそういったペンって端末側が対応していないといけないわけですよね。だからある種限られちゃうんですけども、これであれば、まあ静電式のタッチパネルであれば利用できますし、まあ、一応感圧式でも、まあ圧ってこう圧力かかればいいんで、まあ強く押せば使えるんじゃないかなと思います。まあただ、感圧式のね、まあタブレットとかスマートフォンってほぼないと思いますね。昔、うちの子供が使ってたチャレンジパッドっていうなんか、えっ、ー、とベネッセがなんかのね、 通信教育のね、端末としてついてきたタブレットが感圧式でちょっと驚いたんですけども、まあそういった部分で全てのタッチパネルにほぼ対応できるペンでどの程度使えるのかちょっと見ていきたいと思います。それではね、早速開けていきたいと思います。 それでは同梱品確認していきましょう。まずは安心の1年間製品補助ということで保証書が付属しています。まあ結構この辺もね、しっかりとしていますね。まあ一応購入後30日以内であれば自由に返品が可能ですということです。で、あと説明書、ちゃんと日本語に対応しています。まあ特にですね、まあ説明するところはありませんけれども、まあ充電した時の表記の説明が書かれているといった感じですね。 それでは、同根筋見ていきたいと思います。まず、ペンの本体です。これ後で詳しく見ていきましょう。あと、充電用のタイプ A、タイプ C のケーブルですね。あ、あと、嬉しい。これはタイプ A、タイプ C の変換の、えー、アダプターみたいなものがついていますね。これは、あ、そうか、タイプ C に挿して充電したりするのにっていうことかな。あー、だからスマートフォンとかに挿して充電するタブレットとかに。まあ、そういった感じで使えるのかもしれません。 あとは、これですね。え、回が3つですね。あと、この充電用のね、y p e C を塞ぐキャップが、わかりますかねあんまり使わないと思いますが、1つ入っています。あとね、やはりパームリジェクションには対応していないので、まあ、この手のひらが触っても反応しなくなるような、まあ、こういった手袋が付属しています。まあ、結構ね、付属品は充実してますね。 それではね、本体の方を見ていきたいと思います。まあ、本体は、えー、白ですね。えー、っと、アップルペンシル的な、えー、感じに見えますかね。で、先は、ペン先はこんな感じです。あ、これなかなかいいな。私こういうペン先好きなんですけれども、まあ、徐々にね、鉛筆のように先端が細くなっていくタイプになっています。 で、一応ここに多分これ充電した時に光るまあ、LED led のランプと、ここにキャップですね。さっき1個付属してましたけど、このキャップを外すとタイプ C ポートがあって、ここから充電ができるということですね。で、あとですね、このね、タイプ C のポートがある面が少しね、平らになっています。基本的にはこの丸い軸なんですけれども、ここだけ少しね、平らな面が出ていて、これマグネットで一応ですね、そういったタブレット本体に、まあ、くっつけることができるようです。そのためにね、やっぱ丸いとこうね、すぐ動いちゃうので、 えー、設置面がね、ピタッとするように、ここは平面にね、平らになってるということです。これはね、Amazon の Fire Tablet 11インチモデルですけど、まあこんな感じでね、マグネットで、一応ね、ちゃんとくっつきますね。はい、こんな感じですね。まあ、ここはやっぱり平らになってるんで、まあ一応つきやすい感じにはなってますね。ただやっぱりこう、専用じゃないんで、若干座りが悪いところありますけど、一応ちゃんとこの平面を合わせれば、まあ、つきますね。はい、こんな感じで、マグネットでちゃんとつきます。 で、プラスチックの質感はですね、さすがにちょっと安っぽいかなと。まあ、価格2000円台なんでしょうがないんですけれども、まあ、若干ですね、うちもあのアップルペンシルね、娘のやつがありますけれども、それに比べると、まあ、イメージ的には似てるんですけども、ちょっとプラスチックの質感が若干安っぽいといった感じはありますね。ちなみに重量は1 4グラムです。 で、こちらの新しいスタイラスペンは、まあ、急速充電に対応しているということで、まあ、通常は25分で、まあ、10時間利用できるということなんですけれども、急速充電で5分充電すれば、とりあえず2時間使えるということなんで、まあ、急にね、使わなきゃいけないという時は、とりあえず5分間充電することによって、まあ、取り急ぎ2時間は使えるということなんで、この辺も安心ですね。で,ではね、とりあえず充電をしてみました。 はい、こんな感じですね。一応ここでですね、充電の状況がわかるようになっています。これが新しいモデルっていうことですかね。まあ確か古い方はこの辺のね、インジケーターも少し、まあなんか省略されているような気がしましたんで、まあその辺の違いかなと思います。で、このスタイラスペンは、まあ今ね、充電しましたけれども、要は電源を必要とするんですね。で、静電式のタッチパネルに対応した、いわゆる普通のペンって結構ありますよね。例えばここに、 お皿がついているものだったり、ちょっと太い、太いね、先端になっていて、柔らかいなんかこう、ブニョブニョしたようなね、ものがついているものとか、あると思うんですけど、あれって電源が必要ないじゃないですか。で、これは電源を必要としています。まあ、それってなんでっていうことだと思うんですけども、やっぱりこの静電気でね、まあ、このタッチパネルってなんか反応するっていうことなんで、まあ、それをこう安定的に、まあ、静電気をこう、出すって言いますかね。えー、そういった役目があるんじゃないかなと思います。まあ、だからもともと電源なくても、 ちゃんとね、その静電気に対応していれば、まあ指とか、よくあの手袋なんかでもね、立ちパネル対応みたいな感じでなってますんで、まあそういったものであれば別に電源なくてもできるとは思うんですが、これあえて電源を取ることによって、まあしっかりとこう線が切れちゃったりとかね、えー、反応しなかったりとか、そういったことがないようにするということで電源が必要ということです。まあだからある意味、 メリットでもあるし、まあ、電源を必要とするってことはデメリットでもあるのかもしれないです。まあ、その分ですね、書きやすかったり、まあ、その安定性が上がれば、まあ、個人的には電源あってもですね、まあ、そんなにこうめちゃくちゃね、すぐ電池が切れるってものではないので、まあ、私は電源があってもいいのかなと。電源があった方がより信頼できるかなと思います。それでは実際にちょっとね、字を書いてみたいと思います。はい。 ま、一応書けるけど、ああ明らかですね。明らかに USI 2.0に対応したペンより書きづらいですね。少しなんかずれちゃってるのかな娘の。まあ、慣れてきたのもあるけど、はい。ちょっとなんかいつも使ってるペンよりは明らかに、 書きづらいような気がしますね。まあ遅延も当然あります。まあこれ u s a のペンでも遅延あるんですけども。はい。まあこのペン自体はね、意外と持ちやすいし、まあ悪くないなっていう感じだったんですけど、うん、書き心地っていうところで言うとちょっとやっぱり、まあ当たり前ですけどね。まあ筆圧とか、まあパームリジェクションとか、まあそういった機能に対応したね、まあペンの方が、 まあおそらく使いやすいと思いますね。少しなんかずれてるような気がしますね。うーん、ちょっとなんか、うん、まあ手、まあ、指で書くよりは全然やっぱペン先がね、こうね、先端が細くなってるんで書きやすいんですけど、まあ、指で書くよりは断然書きやすいのは間違いないんですけど、ちょっとやっぱ USI 2.0のペンには及ばないですね。明らかにこれはちょっと、 書き味が悪いといとった感じですちょっとなんか字もね、あんまり、まあ、字はもともと汚いんですけど、なんかこう、ちょっと線がくっついちゃったりとか、少しこう、こう、ブレてるっていうかね、えー、なんかこう、ちゃんと書いてないところがこう、少しこう、ブレてるような、まあでもこうやって見る限り、そんなに悪くもない感じがしますよね。こう、ずっと同じところにいるとずれてくるのかな。はい。 ま、こんな感じですね。まあ、あの、もちろん指で書くよりは、指で文字を書くって結構大変だと思うんですけども、それに比べれば全然こういうね、いわゆるペン型のものを使うだけでも、だいぶ書きやすいと思います。それでは次はですね、筆圧にも対応している USI 2.0パームリジェクションにも対応しています。ちょっと書いてみましょう。ああこれはね、申し訳ないんですけどね。amazon でめちゃくちゃ評価高いんですけど、 やっぱり USI 2.0のペンにはかなわないですね。もう全然書き味が違いますんで。まあだからやっぱペン操作をする方は、やっぱりそういったね、専用のペン、USI 2.0とか、あと EMR とかありますけど、まあそういったものに対応したものを使った方が絶対いいと思いますね。これはですね、かなり違いは分かっちゃうと思います。 そうですね。やっぱりこっちの方が自分のペンにちゃんとこうついてきてるっていう感じがわかります。あれはなんかちょっとなんかずれてるかなみたいな感じのね。まあ実際に映像ではわからないかもしれませんけど、書いてるね、人からするとなんかちょっとずれちゃってるなみたいな感じのところがあるんで、まあそういった部分でやっぱり、まあ専用ペンのメリットっていうのはめちゃくちゃあると思います。あとさっきパームリジェクションやなかったですね。一応パームリジェクション。まあここでついてもっていうことですけどね。はい。まあ特に反応して、こ,こっちがね、 口が擦ってるけど、ここ全然つかないですね。はい。うん。全然書きやすい。パームリジェクションも、まあ、大体問題ない感じですね。ちょっとさっきパームリジェクションやんなかったんで、もう一回行ってみましょうか。それでは再度書き味を試す意味でも書いてみましょう。あー、やっぱね、ちょっとずれてるし、考少しこう、ガビガビしてるっていうの分かりますかね。少しこう、線が荒れちゃってるところもありますね。 じゃあ次、パームリジェクションやってみましょう。あ、あ、なるほど。あ、わかった。えっ、ー、と、パームリジェクションとていうか、あ、ここにね、やっぱついちゃいましたね。こっち側が反応しちゃってるんで、こうね、こっちがま、あペンが最初についた時はいいんです。こっち側が最初についたときに、こう、あ、書けるのおあれあ、でもやっぱ、あ、動いちゃいますね。はい。まあ、一応書けるのか。あ、書けない。やっぱ、ほら。なんでしょう。 こっち側の手のひらが反応しちゃってるんでしょうね。こっちが反応しちゃってるんで、ペンが動かない。だからこういう時があるんでしょうね。ペンがやって、やペンが触ってる時はいいんですが、今、またね、動いちゃってます。こっち側が触っちゃってるからですね。こっち側が触っちゃってるんで、ペンが書けなくなっちゃうということです。だから、これ離してね。離して、ペンだけつければちゃんと書けますけど、やっぱりこう書いてるでここついちゃうんで、こうするとこっちが多分反応しちゃってて、 こっちのペン先がほら動かないっていうことですね。ペンの方は書けないっていうことなんで。まあだから、やっぱりこう、ここにつけないでね。画面につけないでペンをこう浮かせて、浮かせて書く分には問題ないんですけども、やっぱこれ書きづらいですよね。やっぱこう、書く、人は書くときここつけたいですよね。まあそういった部分でやっぱ USI 2.0のペンのメリットってめちゃくちゃありますよね。だからやっぱペンでメモ取ったりとか、まあイラスト書いたりする人は当然ですけども、やっぱりすごく効果あると思いますね。 で、これやっぱりね、なんかこうちょっと波打っちゃうんですよね。いきますよ。これ線引きますんで、少し波打ってるの分かると思います。わかりますなんかまっすぐやったのに。ちょっとこう、ふにゃふにゃふにゃってなってませんそれでは次は USI 2.0のペンで書いてみます。スムーズですね。やっぱりなんかこうガビガビしてる感じは少ないかなと思いますね。今力で書いてるんで太いんですけど、これ質圧に対応しているので、 力抜けば細いですね。力入れてくるとだんだん圧力かけると太くなってくるみたいな感じで。やっぱこの辺もこういうのだとやっぱ書きやすいですよね。やっぱなんかスムーズだな。うーん。まあ、やっぱりペンはやっぱりいいですね。こっちの方がやっぱ使いやすいと思います。ということで今日はですね、こちらのね、amazon でめちゃくちゃ評価の高かった全機種対応のスタイラスペンね、キングワンというね、ブランドの まあ、スタイラスペンを紹介させていただきました。で、実際ですね、USI 2.0とか、筆圧とか、パームリジェクションとかに対応したペンとどの程度違いがあるのかということで実際にやってみましたけれども、これはですね、かなり差があると思っていいと思います。まあ、そういったね、ペンを使ったことない方は、まあ、これを使ってもですね、まあ、大体この程度、この程度のものなのかなと、えっ、ー、と、ペンってこんな感じかなっていうふうに思うかもしれませんが、やっぱり使っ たことがある方からすると、もう差はめちゃくちゃわかりますね。やっぱり書きづらいです。正直ね。それと比べてしまうと書きづらいです。まだからやっぱりこれはね。指の代わりに。 字を書くっていうことであれば、かなり使いやすくなると思います。ただ、より使いやすいのはやっぱり USI 2.0に対応しているペン、あるいはそういった EMR とか、まあ専用のペンですよね。要は手書き専用のペンということになると思うんですけども、まあそれとの差はかなり大きいんじゃないかなと思います。まあなので、やっぱりペン操作を主に使おうと考えている方は、そういったね、えー、ペンに対応しているタブレットやクロームブックを選択する方が、 まあ全然いいと思いますね。なかなかペンの力で何とかしようとしても、これはもうね、超えられない壁が結構あると思いますので、まあどんなね、いいペンを使っても、やっぱりそういったね、企画にね、しっかりと対応したペンにはちょっと勝てないのではないかなと思います。まあただこのペンもね、決して悪いものではなくてですね、やっぱり非常に持ちやすいというところもあるし、まあペンそのものはね、まあ、軸の感じも非常に書きやすいので、やっぱり指で字を書くってかなりしんどいんですよね。 綺麗に書けないし、かなり疲れます。やっぱり指先が太いからね、先端が見えないっていうことあると思うんですけど、これはですね、やっぱり先端が細くなっていて、一応ペン先のね、確認ができますんで、えー、まあ一応文字を書いたりするにはペンよりは綺麗に書けるし、まあ書きやすいし、疲れないということなんで、そういった使い道はあるかなと思いますけど、あくまでも USI 2.0とか、まあ、そういった筆圧に対応したペンの代わりにはちょっと使えないかなと思います。はい。今回は以上です。